始まりました。皆さん飽きてませんか？まだまだ大丈夫ですよね。世界中の SUV を乗ってみる企画、今回は2016年モデル AMG の G63 クレイジーカラーリミテッドになります。よろしくお願いいたします。ということで、今日はですね、現行モデルはなく2016年モデルの G63 でございます。いわゆるこれは最終型になるわけですよね。で、今の新型はあくまでフルモデルチェンジではなくてビッグマイナーということになってますね。このタイプのゲレンデ、今ロペレチャンネルで最近レビューしてないんで、改めてね、このサブチャンネルでご紹介していきたいと思いますし、そうですね、あれはまだ25歳ぐらいの時ですか、初めて買った車、ゲレンデを買ったんですよ。シルバーの G500L、 2001年モデルの新車並行車でしたね。当時下取りで入庫してですね、頑張ってローン組んで買いました。で、買うタイミングだったのはですね、私営業部に所属して、なかなか最初売れない時期もありました。ただ月の販売台数10台を3ヶ月連続売れるようになったら買おうと思ってですね、たまたま入った下取り車、あーこれ欲しいですって言って買ったわけですよ。思い出がたくさんあります、このゲレンデには。でですね、それ1年ぐらい所有して、次はカイエンスに乗り換えたんですけども、売却理由がですね、なんだか壊れそうだったからということが正直なところです。なんかね、とんでもないトラブルがあってね、僕の場合なんかなんかパワーシートのユニットから放電してますって言われて2週間に1回ぐらいバッテリーが上がっちゃったのよ。いいですね。何これって、まあ売ったって経緯なんです。この車大丈夫ですからね。でもめちゃくちゃ気に入ってた、最初の車ってこともあるんですけど、よかったなと思って、やっぱ、ね、こういう感じ、なんか上から見下ろす感じがもうすごく良くて、でとどめはね、その時は思ってたな、なんか思い出したけども、いろんないい思い出がある。でこちらです、2016年1月登録の G63 クレイジーカラーリミテッドになります。で、当時の新車価格はですね、2220万円、はい、ね、今現行モデルは全部プレミアムついてますけど、ちゃんと相場ね、徐々に年式立つにつれて下がって1498万円です。走行距離が27000キロ、まあお買い得感あっていいんじゃないですか。でこのカラーがサンセットビームっていうカラーで、まあ、ちょっとね、サンセット、まあ、ビームって言えばビームなんですけど、であとはこのフロントグリル、これメッキになってるんですけど、これは G65 のグリルです。今ね、1台 G65 ありますから、ぜひここ検討してください。はい、あとバンパー黒ね、ここメッキが入って、でもね、この方の後期ぐらいからいつしかもうね、グリルガードってつけない車がほとんどになったんですよ。僕が乗ってた時はもうグリルガードつけてなんぼだったんで、自分で外してはつけてはって気分によってやってたよそんな人あんまりいないと思うけど本当にやってた。だから自分でできるよ。で、あとちょっとサイドも見てください。これ専用のマットブラックの20インチのホイールです。このホイール欲しいよ、かっこいいじゃないですか、ね、そしてドアミラーも黒、アローミラーってよく言ったもんですよ。そしてここにデカラゴってずらーっといますよね。で後ろ回ってくださいね、まあ、かなり派手ですよね、クレイジーカラーでも。僕はゲレンデのファンのイベントに一回行ったことあるんですけど、やっぱゲレンデオーナーさんが集まると、やっぱこういう色は本当に映えてかっこいい。あとはトランクはね、この時のトランクは広い。今のゲレンデはここにね、ちょっとスピーカーかな、なんかちょっとボックスがあってね、トランクが狭くなっちゃったんで。あとはこのトランクもプチカスタムできますからね、ここに板敷いて、ここは収納にして、上に物を置いてとかっていうこともできるんで。あとこのドアの内側もステッチが入ってレジーノですね。でこの当時はここにバックカメラ、ここにバックカメラついてるだけでもありがたいんですけど、これがクソもんなんですよ ね。そう、こうなるからね。そうするとよくね、背面タイヤをぶつけるんですよ、はい、僕も何回ヒヤッとしたか。でこの当時はこの背面タイヤを取っちゃって、ここをスムージングしてかっこよく乗るっていうのが流行ったの。まあでもやっぱこれがあってこそじゃないですかね。そうだね。でちょっとね、少し後ろ、ね、久しぶりに乗ると、あれこんな車内狭かったっけって思うんですよ。あーやっぱりちょっとやっぱ狭いんだよね。そうです。現行やっぱ広くなったわ。これはこれでいいんだけどね。じゃあ早速乗っていきたいと思います。ではでは、久しぶりだなこのタイプ。あー、そうそう、この感じちょっとドロドロしてるよね。そうですね、63になるとやっぱこういう感じになる。いやー、じゃあ行っていきましょう。このやっぱさ、このさ、ボンネットから見るこう視界がいいのよ。いや、オレンジですねこれやっぱここが醍醐味だよね、このゲレンデの、
初めて乗った時感動しました、ね、ああ感動した、はい、入社してやっぱ車を知らなくてもこの車はやっぱ知ってるっていう。そういや正直ね、僕田舎育ちじゃないですか、はい、だから最初はあこれがゲレンデだって芸能人が乗ってる車だって思ってたもんこのゲレンデってね、まあ、僕が乗ってた2001年ってニューインテリアって当時は言われたインテリアで、はい、それまでのゲレンデはここにね引き掛けがあったの、はいはい、ポンと掛け掛けがこういう風にねあの上下できるやつ で、 ありました。で内装もちょっとねちょっと古い感じのものなんですけど、まあ、クラシックで雰囲気があっていいんですけど、うん、そこから2001年でインテリアが変わって2002年になるとドアミラーウィンカーがつくようになるのよ。あはいはい、で G55 に関しては2003年でコンプレッサーがつくの、はいはい、それまでコンプレッサーがつかなかったからコンプレッサー付きの G55 がねもう音がすごくてキュン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 ドーンってあれも印象的だったな。で僕はねそのドアミラーウィンカーがどうしても欲しくて、はい、つけようと思ったの。そうすると、はい、ドアミラーウィンカーだけつけると、はい、本来さドアミラーウィンカーなしの車はサイドにウィンカーがついてるから、はいはい、あれをスムージングしないとかっこ悪かった。お金かかるわと思ってやめました。であとね僕はね、はい、その1回やりました。僕のお客様の、はい、だからこのホームページにあるこのゲレンデがちょっと気になるからって持ってきてくれないかと僕なんて言われて、はい、あかしこまりましたって大体持っていくと、はい、あの大体ご購入いただくお客様なんですけど、はいはい、で持ってってる道中であれなんかこのゲレンデちょっと程度悪くないかって僕は思ったのよ、はいはい、それはもちろん査定はクリアしてるし事故不正メーター車とか巻き戻しもないよって確認もしてて一応警告ともついてないっていう状態なんだけど、はい、すいませんちょっとこれ違うの持ってきますこれはちょっとやめますでうちのその要は商品企画部の方に一応こう、はいはい、これちょっとおかしいちょっとメンテナンス入れた方がいいって、まあ、メンテナンス入れた経緯もあったんですけど、はい、そうやっぱねちょっと程度悪いの感じる時あるんだよね。わかりやすいですよね。ちょっと機嫌が悪くなった時のが結構露骨に出る。振動だったりさあと音とかも気になるのよね。だから割と結構無音にしてこういう風に運転するとか、はい、あとパワーウィンドウをたまには下げてパワーウィンドウ下げて運転してるとあこんな音してたっけとかそれこそタイヤの溝にさ石が挟まってる時はチン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 って言うでしょ。そうですね、ああいう音とかを感じるっていうのも大事だなと思って、うん、そうあとね雨漏れもよくするのよ、はいはいはい、雨漏れ、パワーウィンドウ、この辺がもう鉄板でしょ、もう。そうですね。レギュレーターガラ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 って。はい、はい。あ、そう。あとね、よく戻らないんですかってステアリング。確かにそれあるんだよね。で、もう本当に2000年前後の G320 とか、はい、G500 は戻んないのかな、まあ。特に320戻んなかったな。ショートもロングも、ステアリングは。ちょっと踏むよ。あー、うわ、ブレーキが深っ。深っ、もうこれくらい踏めるよ。ブレーキに関してはでもまあ効きはしますよね。ちゃんと効くね、柔らかい、はい、やっぱいいな、この視界がほんといい。ここに関してはもう、うん、一番の SUV の醍醐味、醍醐味だよね。制服感があるというか今の原稿ちょっと違うもんね。なんか幅広くなって丸みを帯びて、ね、この角張った軍用車的なゲレンデって言ったらやっぱこのタイプだよね。そうですね。でもね駐車場がねやっぱ結構怖いのよ。 2m の駐車場でサンルーフとか上げたりすると心配だし、あとね G63 とか AMG モデルの方が車高低いの、何センチか。へえ、うん、あるよね。よく考えたらうちの社員って G63 っていう人はいないんじゃないですか。そうだね、あの550かなの63仕様とかはね、あと350とかいらっしゃるんですけど、うん、そういやどうせ乗るんだったら63がいいと思うのよ。かっこいいし、うん、高いっす。高いかな。高いっす。でもこれはクレイジーカラーだからちょっと高いかもしれないけど、ああそのコンプレッサー付きの2005年前後ぐらいの G63 だったら、黒の5万キロだったらどう、800万円台ぐらいで新型が出て、これだけね納期がどんどん遅れて、今オーダーしたって G504 年待ちだよ。4年だよ。まだ4年待ってんすか。こういう感じじゃないでしょ、もう。いや4年って言ったらもうこういう感じでしょ。忘れてますよ、来る頃には。ねえ。こうあとこういうね細い道が意外といけるのよ。でこのオーバーフェンダーってなってるじゃん、この、うん、ねちょっとこういうふうに覗けば見えるんですよ、黒い。そう、この黒いフェンダーは最初は結構怖いなと思って。2002年3年ぐらいまでオーバーフェンダーじゃなかったんですよ、はい、コンプレッサーエンジンがつく G55 からオーバーフェンダーがついて、いつの間にか G350 とかにもオーバーフェンダーつくようになったんですけど、はい、最初ついてた頃はよくねオーバーフェンダーぶつけてた方多かったんですよ、はい、やっぱ内輪差が巻き込みでカシンとぶつけちゃったとか。そうですね。
ゲレンデの敬遠される方ってやっぱその運転がちょっと怖そうみたいな、狭い道行けないんでしょ、うん、みたいなお話される方多いんですけど、いやいやいやそんなことないですよ。そうそうね、長さだってないしね、一応ここにね、はい、出してきますけど全然ないし、ただ唯一ハンドル切れないんですよ。まあそこで、ね、これ切り返ししなきゃいけないっていうところはあるけど、まあそれくらいは我慢してよって、ね、ゲレンデ乗るんだからっていう。あとさ、これでさ、よく僕は渋谷のスクランブル交差点とかさ走ってたよ、さーっと抜いてね。で、あのね、道玄坂のとこにさ、あのね、路上のパーキングに止めてさ、さささっとさ、スタバかなんか行ってさ、僕あまりコーヒー苦手で飲めないんですけど、はい、で、スタバ行ってキャラメルフラペチーノを買うわけです。いやー、いいですね。やってたな、すごいやってた。いいですね、わかりやすくおのぼりさんやってますね。いやでもいいな、やっぱりこれもいい、本当にまあ好きですもんね、加工さん、やっぱりゲレンデはなんだかんだ、いやいいよこれは、つくづくも、まあ、グレードでやっぱその63550、まあ今400と350ありますけど、うん、欲しいってなったらどれですか？63だね。へえ、買うんだったら63ですよ。いやそれは63欲しいよ、それやっぱり63なんだ。63欲しいね。へえ、かっこいいよ。63黒がいいな。あ、いいですね。マットブラックがいいっす。この色僕すごくいいと思います。あの、意外と派手すぎないようにできてるというか、オレンジと黒でしっかりスポーツカラーにまとまってる。そうだよね。そんなに浮く感じになってない、うん。かっこいいよこれ、はい。派手というかかっこいい風に仕上がってる車だと思います。あとね、僕はね、ここね、ここにパワーウィンドウスイッチがあるっていうのもかっこいいの。これいいです。これね、僕はね、当時。はい、練馬店のまだ洗車してた時代ですよ、つなぎを着て、はいはいはい、あの詳しくはロペライオチャンネルの、今年1月1日の動画を見ていただければ分かると思うんですけど洗車してた時代に、まあ、某芸能人がですよ、はい、あのうちで買っていただいた、ね、お客様がこうやって来てですね、はい、こうやってこう手を置いてパワーウィンドウをビーって閉めて、あれなんとかさんいる、かっけーゲレンデでみたいな、しびれた、ゲレンデ欲しい。そうだから今ゲレンデ乗ってらっしゃるオーナーさんも自然と何かしてることが誰かのその憧れにだったりするわけよ、うん、意外とそこで夢がまたね、目標ができて、でそれでかっこいいと思って最初にゲレンデ買おう、ゲレンデ買おうってずっと思ってたもんね。でその後に SL55 買おうって、ね、会長が乗ってたから絶対俺 SL55 乗ってやると思ったけどSL55 買わなかったけど、ゲレンデ買ってよかった。まあまたあの、まあ、今買う買わないにしても上がりの車で川久保さんがやっぱゲレンデって言ってるレベルなんで、そうだね、いずれはまた乗っていきたい、買い戻したいですよちょっとじゃあ皆さん最後にゲレンデのこのマフラー音聞いてみましょう、はい、じゃあいきますよ、3速おーいいね、うん、この音よ、うん、やっぱいいゲレンデはいいわじゃあということでね、この私この検討車種に入るかっていうのはもう絶対入りますもん、ゲレンデは今じゃなくいつか買うっていうか、そうだね、やっぱまた乗りたいよね、前方もね、この方も、はい、ということで今日はちょっとゲレンデ乗りましたけども、次回はですねちょっと自分の愛車を一回紹介しようと皆さんに、であのサブチャンネルも少しねあの登場はしてますけども、で実はこんなところが良くて悪くてみたいなお話をしようと思いますので、ぜひ楽しみにご覧ください。ご視聴ありがとうございました。